こんにちは、速稼塾の久保です。やっぱり隠居暮らししてるとかなりの世間ずれしますね。基本的にテレビ見ないんですよ。で、新聞見ないんですよ。雑誌も読まないんですよ。で、自分の好奇心に基づいて、情報を取っていくんですね。こちらから取っていくんです。だから向こうからお寄せてくる情報っていうのは、一切遮断された状態 で人付き合いもないんで、人の噂話とかね、今盛り上がっていることが何なのかも分かりません。ですんでね、私ね、この前あれでしょ、新型コロナウイルスの陽性者が300人とか、ああいうのがどのぐらいのインパクトなのかってことがね、なんかすごい乖離があって、例えば東京で300人陽性者が出たっていうのを聞いても300人ぽっちかと思うんですよね。あれ1000万人以上いる都市ですからね、東京で。1400万人ぐらいいて、300人がどうなったからって言って何が起きるんだろうって私は思っちゃったんですよ。でも毎日毎日、今日は何百人、今日は何百人って聞いてると、とてつもないことが起きてるように感じるんでしょうね。で、不安に感じた結果何もしてないとね。人によっては、いや、マスクをしてるんだ、手洗いしてるんだって言いますけども、その程度のことで防げるんだったらいいんですけども、多分それでは防げないんで脅威を感じてると思うんですよね。単純に言って PCR 検査とか抗体検査とか受ければいいんですよね。受けないんですよ、恐怖に感じてる人がね。で、毎日人混みにさらされて、誰が感染してるかわからない、自分が人にうつすかもしれないっていうふうに恐怖を感じてる人が、結局大したことやってないんじゃないかなと私は思うんですよ。で、食い入るようにニュースを見る、新しい情報、ね、不安を煽るニュースを見てさらに不安になると。これは結局その詐欺にかかって骨の髄までしゃぶられる人と同じような発想なんではないかなと思うんですよ。もうなんかの詐欺の案件にね、引っかかってお金払いましたと。で、こっちの方に救済措置がありますんで、こちらの方に少額振り込んでいただければ優先的に返金しますってことによって、そこにまた振り込んじゃうみたいなね。で、あの詐欺の案件はどうなったっていうのとで盛り上がってるコミュニティに入っていって、集団訴訟だみたいな感じでね、やってるんだけども、なかなか集団訴訟も起きないという感じで、情報にすごいね振り回されて、もう情報を待つことが何かをやってることって感じがしちゃうんですよね。そう考えると、もう人の気持ちなんで仕方がないのかと思いますけども、私ほどね、人に会わずに感染リスク低い環境にいて、なんて言いますかね、しかもですね、感染対策をしているやつはいないんじゃないかなと思うんですよね。で、PCR 検査にしてもコストコとかで受けれることをすごく心配に思ってる人が知らないとかね、楽天から検査キットが販売されてることも知らないとかね、あれほど大々的に検査受けれますよっていうふうに情報出てるのに、そこの情報を取りに行かずに、ただ漫然とテレビから流れてくる不安を煽る、今日は何人、今日は何人っていうのにね、奔走していて、なんか全然その抑えるところが違うんだろうなと思うんですよ。ちなみに、コストコなんですけども、今京都の店舗でしか検査してないんですよね。1分で検査の採取ができて、10分後には結果が分かって、費用は8000円です。受ける人があまりにもいないんで、京都店だけになっちゃったみたいですけども、ここも閉鎖するかもしれないですね、あんまり人が来ないんで。で、楽天から販売された検査キットですけども、現在はもう販売がされていません。4月末で終わりました。これもたくさんの人がもう求めていればね、第2弾販売、第3弾販売っていうふうになったと思いますけども、結局はあまり受けなかったんでしょうね。やめてしまいましたね。ということで、恐怖に感じてる割にはそれに対して何もしてないっていうのが、その新型コロナウイルスに対してもビジネスに対してもリスクヘッジに対しても同じかなと。来年の春は食料難来るよって言ってるけども、結局食料の備蓄してない人が大半だと思いますし、ペットボトルのね、2、3ケース家の中にどっかにね、非常用で保管してる人もいないと思いますし、何なんでしょうね。全てにおいて恐怖は感じるけど、恐怖に対する対策を打ってないってところがその姿なんではないかなと思います。もうやらなきゃいけんのは分かってるんだけどねとか言ってね、やらんでもいいことを優先すると、やらんでもいいこととはもう言い過ぎになっちゃいますけども、自分でなくてもできることを自分がやっていると。で、結果みんながやってることを自分もやっているというね。で、本当に自分のためにすることっていうのがなんか後回しになっちゃって、それは誰の人生を生きてるんでしょうかというね、ことになっちゃいますね。だから一つ一つがね、なんか他人事なんですよね。私から見るとみんな他人事、なんか歌方なんですよね。
で本当に自分の人生生きてるんだったらそんなことやってる暇はないだろうとか、そんなこと考えてる暇はないだろう、そんなものに関わってる暇はないだろうと思うんですけども、そうもいかないものかなと思います。さあビジネスの話に戻りますけども、やっぱりね、自由になろうと思ったらまずはお金のことをどうするって問題になってきます。日々自分の商品を売る、もしくは会社からねかけられたノルマの3倍とか10倍とか成果を出して、まあ一人前だと思うんですよ。ノルマをこなせない人が自分の人生のノルマをこなせるでしょうかっていうことになってくるんですよね。うん、億万長者合宿の内容を通しては一つのカリキュラムみたいな今回動画ですけども、あなたはですね何のノルマをこなせますかということでございます。それでは行ってらっしゃい。